そっちはどうや、なんかわかったか。いえ、依然として UMN のどの帯域でもエルザおよび ES の反応が探知できません。ログも残ってへんの？はい。そんなことが。何らかのアクシデントで転移したのなら必ずログが残るはずなのに。残る可能性は超救命体ごとプランクスケールまで。なわけあるかいな。もうチビ様、どこ行ってしもうたんや。ガーナー様の留守やちゅうのに。チビ様か。ユリ・ミズラヒ。その様子だと何か問題が起きたみたいね。チビ様たちが調査対象ごと消失してしまい、私たちはその捜索を。そんな、彼らの行方はまだわからないの？はい、残念ながら。そう。ミズラヒ、状況確認のために連絡をくださったというわけではないようですね。鋭いわね。実は連邦政府に新たな動きがあって、それで急ぎあなたたちに知らせようと。深刻そうですね。それで新たな動きとは？連邦政府がある中域への侵攻作戦を開始することになったのよ。ある中域への侵攻作戦？オルムス発祥の地といわれる惑星ミクタ、そこに対して大規模な侵攻作戦を行うらしいの。連邦艦隊はすでにミクタムに向けて発進したわ。完成したばかりのメルカバを伴って。メルカバやて？まさかディミトリー・ユリエフ？ええ、このままではかつての戦乱が再び。いえ、それ以上の事態が起こってしまう恐れがあるのよ。オルムスを根絶やしにするつもりなんか？私たちが何をすれば？状況次第ね。場合によっては連邦軍を敵に回すこともあり得ると。ディミトリがミクタムへと向かった理由、あの男が単なる制圧作戦で全軍を動かすとも思えない。そこに何かがあるんやな。モモに残されていた Y 資料の断片に気になる記述があったの。移民船団の一派はロストエルサルムを脱出する際、あるものを持ち出していた。あるもの？ザラトゥストラ。ザラトゥストラ？それが何であるのかは現在も調査中よ。ただディミトリも Y 資料を手に入れている。私たちより完全に近い形で、彼の行動はそれと関係があるような気がするの。そちらには ES とエミュレーターがある。万一の事態の時はディミトリの暴走を止められるかもしれない。これはヘルマー代表の意思でもあるのよ。おっちゃんの？そこまで事態が逼迫してるっちゅうことか。でも肝心のエルザが行方不明ではどうにもならないわね。任しといてください。何としてでもチビ様たちは見つけます。そんでもって、あのじじいがアホなことしてかしそうになったら、思いっきり横面引っ叩いてやりますわ。そうね。そのためにもチビ様たちを早く見つけないと。いつも無理難題ばかり押し付けてしまってすまないわね。私も急ぎそちらへ向かいます。